コナミくんさ、やってくれましたね、また。どうも、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソルッキ製造工場へようこそ、工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、本日よりですね、本日というか、まあ、いつ動画公開するか知らないけど、これ。スタンダードレギュレーションにおける禁止カードが、クラフト生成になるっていうね、要は禁止カード使えるっていう、まあ、そういう、なんかその、まあ、サービスというか、が開始されましてね、マスターデュエルに。これ神ゲーすぎてめちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど、私。クラフト生成が可能となるカードを、あまりにも少なすぎ問題。全部で今、数えたら今91周ぐらいあるんですよ、禁止カード。マスターデュエルで。91周あって、なんか今回作れるようになったのが、なんかこの11枚だけっていう、少なすぎない？ちょっと、コナミくんさ、ちょ、なんかもうちょっと頑張ってプログラミングしようぜ。なんか91周全部そのプログラミングするのむずいのかもしんないけどさ、結構重要なんだわ。このクラフト、その禁止カードクラフト。やっぱ使ってみていいカードめっちゃあるし、なんかドラグンオブレッドアイズとか、なんかそのガンドラクロスとかね。ああいうカードめっちゃ使ってみたいなと思って、俺デッキ10個くらい組んだんですよ。なんか、11種しか、なんか生成できねえから、全然デッキ完成しねえのよ。ふざけんなって思ったんだけど、まあ一応、今回のこの、生成が可能になった11種で頑張ってデッキ作ってきたんで、ご紹介していこうかなというふうに思っております。一応ね、今後なんか、今回生成可能とならないカードにつきましては、準備が完了次第、生成可能へ変更していくって書いてあるから、まあ今は多分、頑張って、なんだろう、プログラミングしてんじゃない？カードの。なんか知らんけど、まあ、多分ね、今ね、デュエルリンクスっていう神ゲーのね、ほどね、ブレインズワールドっていうね、なんか新しいワードが追加されてね、なんか多分忙しいんだろうね。なんかマスターデュエルの神運営が多分そっちに手間取ってるから、おそらくね、マスター運営が手薄になって、なんかこういうクソゲーが発生してると思うんだけども、今回、作ってきたデッキ、スーパードローエクゾディアです。はい。まあちょっと若干ね、弱いけどね、なんかその想定していたよりも、俺は本当は苦渋の、選択が使いたかったんで、苦渋の選択とか入っている、もうほんと最強のエクゾディアデッキができる予定だったんですけども、まあ、今回は一応、この天使の施しと強欲の壺が作れるようになりましたので、まあ、この最強の禁止カードを、まあ、使っていこうかなと。あちらに、スタンダードにするとこんな感じ。はい。禁止カードが一応、1、2、3、4、5、6枚ですね。甘いですね。ええ。禁止カードを生成したときに、生成するときに、禁止カードを使うときに、やっぱポイントがあって、どんだけ禁止カードをたくさん入れられるかっていうのと、禁止カードのパワーを感じれるかなんですよ。結局、アンリミテッドデッキって。だからね、11種っていうのじゃ足んないんだよね。うん。禁止カードってさ、正直めちゃくちゃいっぱいあるからさ、こうやって見んだけどさ、見て、こんなんのよ。こんなんのよ。こんなんやからちょっとしか使えない、今。おかしくね？全部使えるようにしろよ。もうなんならタダで使えるようにしよう。お前や。っていうか、俺この UR 全部作るために、ものすごい量の UR 玉用意したけどさ、ほぼ無駄だったわ。ふざけんな、コナミ。はい。というわけで、文句はこれぐらいにして、今回はこのね、犯罪みたいなデッキをね、ぶん回してエグゾディアを揃えていこうと思います。はい。怒りのエグゾドフレームを決めていきましょう。デュエル。スタンバイ。ふざけんな、コナミマジで。おめえ91種禁止カードあるうち、お前11種しか追加してねえ。どういうこと、ふざけんな、マジで。禁止カード11種で増殖する字、そんなカードどうでもいい。おかしいだろ、どう考えても。ふざけんな、マジで。この会社、クソ会社がよ。いや、アンリミテッドデッキめちゃめちゃ楽しみにしてて、僕10個ぐらいデッキ作ってたんですよ。もう脳内で完成してたんですよ。全デッキ完成しなくてさ、このスーパードローエクゾディアデッキも実質全然完成しないですからね。いや、苦渋の決断、苦渋の選択か、苦渋の選択ねえとよ。クソ弱えんだよな。苦渋戦があるとね、だいぶ強いんですけどね。とりあえずちょっと一回戻して、まあ一応なんか完成度ちょっと低くなりますけど、まあ一応できたんで、スーパードローエクゾディアデッキ。なるほど。じゃあまあとりあえずテラフォーミングだけ発動するぜ。さあテラフォーミングだぞ。ちなみに一応苦渋の選択来てくれてたら禁止カードで、まあほぼデッキの中掘れるカードだけだったんですけど、今回ちょっとカードが
あの手札が減っちゃうカードがねいくつかねあの追加しないといけなくて、それがかなりうざいんだよね。まあ、ちょっと裏がなそうなんで、とりあえずこの命削りの方を打って、うおー3枚ドロー、うおーうおーでチキンレーサーと。ちなみにスーパードロエクゾディアってどういうデッキかっていうと、なんかエクゾディアパーツ以外全部ドロソにするっていうデッキなんですよね。ほぼ全てのカード、まあ一応ね一旦に1枚しか数ゲームみたいな命削りの方をみたいなカードはいくつかあるんだけど、まあこれチキンレースとかナリキンゴブリンとか、まあこういうカードを使いまくってひたすらにデッキの中を掘って掘りまくって、 あの坂本選手じゃなくてね、あのケツ穴確定じゃなくて掘ってそっちの掘ってじゃなくて、うん、あのデッキのまあ上からもういっぱい引きまくって、もうとりあえずデッキゼロにして、まあ、無くなるまで引いてエクゾディア揃えるって言ってるんだよね。弱え、ちょ、強欲なツボどこ行った、俺の強欲なツボどこ行ったんだよ。ちょっとこれ行くしかねえ。ナリキンゴブリンを発動、ナリキンゴブリンの効果を使って、いや弱すぎる、どうなってんだ、あっ失敗しそう。このね、いや来たー来たー1-9戦。このね、やっぱりこの天使の施しっていう、こいつたちよし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 で天使の施し発動、3枚ドローして2枚捨てる、強すぎー強い。これでパーツを2枚落として、おら強欲なゾーン来たぜ、藤田ニコルを発動していくぜ、藤田ニコルを発動、カードを2枚ドローするぜ、うわいいぞ素晴らしい、流れがいいんじゃねえか、これ結構整ってきたぞ。天使の施しもある、17枚、 OK、 いける結構いける、あと残り17枚、とりあえず疑似空間を発動するぜ、疑似空間の効果によって、チキンレースの効果をコピーしてさらにカードを1枚ドローしていくことができる。このね、あの手札断殺とか打ち上げコツみたいなカードをリアできなくなってる時点でちょっと弱いんですよね。これってエンゲージとかにした方が強いかもしんねえな、もしかしたらあの戦闘機の、まあとりあえずこっちだな、いけ天使の施しを発動、うわー3枚ドローつねあ、ちなみに命削りの補助は一応3枚引ける代わりに2枚目以降腐っちゃうんで、まあそこがちょっと注意ですね。でテラフォーミング発動、テラフォーミングの効果によってね、チキンレースを1枚引くのに超えていく、 OK、 チキンレースは発動、よしいいぞ、デッキの中減ってるぞ、いいぞいけるぞパーツ来た、パーツ来た、 OK、 疑似空間発動するぜ、これで一応全部のチキンレース使ったかな。もうなんか断殺とかね、うちのコーチって1枚減るんですよ、手札が使うと、だからね基本弱いんですよね、基本全部デッキの中もう掘れ、あそこにも使えないか、基本全部デッキの中のカードを掘れるカードにしておけばめっちゃ強いんだけども、あと10枚かやばいんじゃないか、これ意外と、うわ小づちか、まあ打つしかないか、これ逆にこれ小づいてもう捨てるカードないから戻して、こことこれとでこれとマリキンゴモリンだけは残しておきましょう、頼むマジで、ちょっと強欲なツボ来い、強欲なツボ、よしあっ強い、クソ強い、相手双剣か、これで強欲なツボを発動していく、強欲なツボここにいてカードを2枚取ろう、うわーカードオブスプリットも使える、7枚あとある、なるほど7枚ある、いや使わなくてもこれいけんじゃねえか、とりあえずこれ点ほど打つ、点ほどぶち込んで3枚ドローして、さすがにドローソースして、よしこれはいった、さすがにこれはさすがにいった、何枚やったデッキの中、とりあえずこういう感じ発動して、はいで、はい OK で、あっ OK、 もう墓地あるよね、これ墓地ある、よし怒りの豪華に焼かれて消えろ、くらえ、うおぜー、怒りのエクゾードクライムぜーコナミ君のさ、運営っていうかプログラマーさ、デュエルリンクスのブレインズワールドに引き抜かれて優秀な人材なんか今いないんじゃね、なんか多分さ禁止カード使えないのってさ、おそらくそういうことなんじゃないかと思うんだよね。
なんかプログラミングすんじゃないから新しいカード使えないみたいな、例えばなんか遺言状とかああいうカードとかってなんかちょっと難しそうじゃん、プログラミングすんの。あ、うらら来たー。でもうらら1枚ぐらいで止まんないぜ。うらら1枚程度じゃ止まんねえ。止まるんじゃねえぞ。ちなみに強欲なツボもね、施しもあるからね、まだまだいけますよ。さあ、こっから手札の枚数が復活していくぜ。ナリキンゴブリンを発動していく。さあ、ナリキンゴブリンでカードを1枚取ろう。お、エンゲージ強い。エンゲージ、いやでも今打つと、で2枚だもんね。だからもう1枚打った方がいいね。これ、強欲なツボ発動。さあ、これでカードを2枚ドローしていく。うおー、強すぎー。あ、いいじゃん。で、これで、まずは戦闘起動エンゲージを発動。ちなみに一応ね、戦闘起動エンゲージくんね、なんだっけ、かがりで回収することもできるんだけど、命削りを使っちゃうとちょっとダメなんで、まあ、そこはちょっとアンチシナジーでありますね。ただ命削りトータル強すぎるんでね、入れた方が俺はいいと思ってるんですけども。でこれとりあえずマルチロールの効果発動して、命削りもいらないからこの墓地送って、もう魔法カードの効果チェーンできないようにさせて、これでもう俺は気持ちよくどこできる。でチキンレースを発動するぜ。ちなみにマルチロール君の効果は、魔法カードの効果の発動に対しては相手はなんかチェーンすることはできないんで無効にすることができないですよね、これで。はい。でこれ順番はどっちでもいいんだが、こっちから先に発動して、はい、来ました、最強です。でエンゲージ発動して、いやエンゲージ型結構いいな、やっぱエンゲージ割といい、強い、このドローが強い、素晴らしい。あ、いいいいいい、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。いやエンゲージ型の方がちょっと強いかもしんねえな。デッキもしかしたら公開するときちょっと若干なんかいろいろ変わってるかもしんないけど、よろしくね。でチキンレース発動していく。でチキンレースの効果を発動してカードを1枚取ろう。ちなみにですけど、要はエクゾディアって結構簡単で、理論上デッキのエクゾディアパーツ以外のカードを全部ドロソーにすれば揃うわけじゃないですか、絶対に。どっかで基本的にね、手札が5枚なわけで、だから一生ドローし続ければ勝てるんですよ。だから基本的にドローソース以外のカード入れちゃいけないんですけど、ドローソースでね35枚埋めるっていうことができないんだよね。苦渋の選択あったらもうほぼドローソースでいけるんだけど、いや苦渋戦早くプログラミングしろや、マスターズゲルのプログラマーさんよ、サボってるで仕事。あれだぞ、ランクマーとデュエリストカップだけやってるんだったらデュエルリンクス運営と同じだからな、マジで。やってることクソみたいな運営してんじゃなくてよ、このなんかなんだ、このエンジョイ勢を楽しませるのも大事だからな。ちなみに僕はこのエンジョイデッキを組むためにUR 玉が必要だと思ったので、10万円ほど課金しまして UR 玉1000以上作ってきましたからね。でその結果なんとさあ生成できる UR が11種しかねえっていう地獄を見たよ俺は。コナミってそういうとこあるよね、コナミってそういうとこあるんですよ、マジで嫌いだわ、嫌い。とりあえずチキンレースの効果を外してカードを1枚ドローして、弱い、やばいぞ、まずいことが起きた。大丈夫かこれ、ドロー、まあでも言うてまだ一応2枚ぐらいはある、ドローソース。これちょっとやばい空気感じてきたぞ、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、よよよよよし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 、あー強い強い強い、いいよし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 、あと7枚、あと7枚かなりでかい、あと7枚でかい、これ調整できるよ多分。天使の施しカード3枚ドローして、で2枚捨てる、いらねえの捨てればいいから、この辺マジでいらなくて OK で、あと4枚でしょ、あと4枚余裕じゃない、あと4枚でしょ、これ123枚でしょ、でこれどれかでドローソースできるでしょ、どれかでドローソースいけばいい。でここで煉獄さん発動して、はい、あここどっち、なるほど、小槌ドンサーさんとの契約絶対に許さねえ、ドンサーさんとの契約発動 OK。 相手もエクゾだ、相手もエクゾじゃんこれ、でも俺の方が早かった、でも俺の方が早かった、はい神ゲー。
い。イララテーズとで止まんねえからよ俺はよ。これそこそこ成功率高えな。やっぱ先行取れば高校やることねえけど、まあでも高校で取っても、まあ、先行アンキルしてこなかったらいけんだけど、うん、先行アンキルしてこねえような甘いた甘あの甘甘ちゃんにはね、ひたすらデッキ掘ってエグゾディア揃えたら勝てるんで、ね、はい、まあ、あれは効果無効にできたりしないんで、ね、揃った瞬間に勝つから、なんもなそうだな。とりあえず強欲な壺を大連打していいか。藤田ニコル大連打するぞ俺。一応もう一枚発動してみる。え、これ何もチェーンなそうだけどな。あれ今あった。さあカードを一枚ドローするぞ。何もねえな。命削りきたー命削りきちゃー。命削りからの強欲な壺とかいうやばすぎる。無理できそう強い。命削りからの強欲な壺強い。さすがに。はいはい、カード2枚ドローして、はい、オッケー強すぎる。これで強欲な壺発動して、オッケー、強欲な壺2連打、うお3連打やばすぎる、やばすぎる。なんて強いんだ。強欲な壺3連打手札増えすぎ、手札増えすぎ。どうしよう。どっからでもいけんだこれ。これ何でもいけるぞ。何でもできる。で、天使の施し。あ、オッケー。パーツあとにもう1枚じゃん。あと1枚じゃん、パーツ。あと1枚。余裕なんだけど。このゲーム神ゲーだな。これと、これ捨てて。ほめ。マルチロール発動した方がいいな。マルチロール発動して、で、これで魔法カードの効果にチェーンできないよっていう状態にして。はい。で、ホーネットビットはもういらねえ。このカードを墓地送って、お前はもう俺の魔法カードにチェーンすることはできねえ。残念だったな。とりあえず一回疑似空間を発動するぜ。疑似空間を発動し、疑似空間の効果を発動。これでチキンレースの効果をコピーし、カードを一枚ドローしていく。まだデッキを掘って、なんかある、光ったぞ。なんだ、え、ここでチェーンあるの。何あれ、さっきまで光ってなかったよね。何このチェーン。とりあえず戦闘起動エンゲージを発動し、ホーネットビットを回収し、さらにカードを1枚ドローしていく。よーし、あーあああああああ、お前何してんだ、お前何してんだ、お前何してんだ、お前、お前何してくれてん、何してくれてんだお前。え、もしかしてこれ逆 X を決められちゃうやつひたすらにドローしてっけど、もしかして、あ、すげえ、なんかエリアゼロとかも入ってるし、戦闘機、あDD クロー入れすぎだろお前。なんか、ああなんだなんだこの謎の環境、なんだこのエクゾディア、メタエクゾディア、やばい、この環境カオスすぎないか。